どうもこんにちは、しょうゆです。2023年10月30日月曜日放送のハロドリについて今回も感想をゆるりと語っていきたいなと思います。まずは結成10周年10月10日ジュースジュースの日に密着。2023年10月10日に埼玉県の川口総合文化センターリリアでジュースジュース FC イベント2023 10月10日はジュースジュースの日が開催されました。舞台裏では工藤ゆめちゃんと江畑咲ちゃんの真剣なのかふざけてるのかわからん入念な打ち合わせがあったり有沢一華ちゃんの水は生き延びしませんのくだりではエヴァちゃんとナチュラルに関西弁で喋ってるところが聞けたのも良かったです。前半のライブ映像は選ばれし私たちロマンスの途中、選ばれし私たちが1曲目に来ると初めての日本武道館公演思い出しますね。ゆめちゃんの掛け声でジュースジュースの日恒例の乾杯をした後はようこそ上村ランドへという企画コーナー、上村あかりちゃんがお姫様っていう設定のクイズコーナーやったんですけど、どさくさに紛れてアーリーの足を触るいちかちゃんの姿も観測できました倍速ダンスチャレンジ踊るならというお題で石山さくらちゃん、遠藤あかりちゃんとフィエスタフィエスタ、有沢いちかちゃん、入江梨紗ちゃん、江畑咲ちゃんと意地悪しないで抱きしめてよの2択で意地悪しないで抱きしめてよを選んでました。この企画コーナーはイベントに参加された方たちのレポをちょくちょく見かけて気になってたんで、メンバー同士のわちゃわちゃ感も楽しめたし、ちょっとでも見ることができて嬉しかったです。その後のライブ映像はシンクロ、ワンダフルワールド、ボンボヤージュ思いの奇跡が公開されて、12月6日にジュースジュース10th アニバーサリーコンサートツアー2023ファイナルジューストリーということで日本武道館での公演が決定されたことも発表されました。今年もあと2ヶ月で終わっちゃうけど、まだまだ楽しみなことが待ってると思うと頑張れますねこの日の衣装はメンバーカラーの衣装でみんなすごく似合ってたし、特にユメリアのシルエットが綺麗で石山さくらちゃんのパンツスタイルもかっこよくて好きです。ジュースジュースがメンバーカラーの衣装を着るのって結構珍しいんですけど、それぞれのカラーやと特別感があるし、フェスとかやと見分けがつきやすくていいなって思うんで、もっと面から衣装を増やしてほしいなと思いました。次にモーニング娘 2-3 最新曲ミュージックビデオ撮影の裏側。2023年10月25日に発売されたモーニング娘 2-3 のニューシングルすっごいフィーバー、メイクアップコール目覚めるときネバーエンディングシャインからすっごいフィーバーのミュージックビデオ撮影の舞台裏映像が公開されました。この曲は私好みのノリのいいファンキーな曲で、男性の低音ボイスがすっごい癖になるし、ミュージックビデオの開始29秒の桜井涼ちゃんの表情が最高すぎてめっちゃ巻き戻して見ちゃいます。ミュージックビデオの逆バンジーみたいなところはクレーン使って撮影されてて、いろんな撮影方法があるんやなと思って見てました。セットの向かい側も映っちゃってるけど、ミュージックビデオはどうやったっけと思って後から見返したらしっかりいい感じになってましたねワイワイリップは正式名称として扱われてるんかな自由にやっていいっていうのが慣れてないと難しそうではあるけど、みんな楽しそうでずっと見てられるし、ワイワイリップバージョンのミュージックビデオもあったらいいのになと思いました。最後は椿ファクトリー初めての海外公演。2023年10月14日に椿ファクトリーファーストコンサート2023瞬間 in 香港、10月15日に椿ファクトリーファーストコンサート2023瞬間 in 台湾が行われました。ハロドリさんが京都に来てくださった時もびっくりしたけど、ついに海外進出ですねまずは10月14日の香港公演から。ライブ映像は間違いじゃない泣いたりしないと衣装チェンジをして今夜だけ浮かれたかった。衣装はどっちも秋ツアーの衣装やと思うんですけど、両方ともめちゃくちゃ可愛いですよね。ネイビーの衣装は上品で大人っぽいけど、リボンが可愛くって、ピンクの衣装は初めて見たなと思って写真を探してみたんですけど、なかなか見つからへんくて、一人一人違うデザインの衣装やったんでじっくり見てみたいなと思いました。今夜だけ浮かれたかったは衣装も相まって、ヨフルノちゃんのキュートな見た目で力強いパンチのある歌声を聞くと、ほんまにギャップがすごいし、さらに好きになっちゃいます10月15日の台湾公演でのライブ映像は弱さじゃないよ恋は、勇気 It's my life。エンジンの後に岸本ゆめのちゃんが日本語じゃない言語でめっちゃ早口で喋ってて、何を言ってるのか全然わからへんかったんですけど、とにかく元気な姿を見ることができてよかったし、弱さじゃないよ恋はの岸本のフェイクがめちゃめちゃかっこよくて好きなんで聞くことができて嬉しかったです。福田マリンちゃんが香港と台湾でそれぞれ現地の言葉を練習してたんで、まあ、聞き取りはしいひんけど、もっとしっかり聞いてみたいなと思いました。来週は椿ファクトリー秋ツアーに密着。秋山真央ちゃんと小野田沙織ちゃんの最後のポーズ、前にもやってなかったと思って、10月9日に放送されたリリーベの映像を確認してみたら、やっぱりやってました。ワッツピースメンバーも配置も全く一緒で笑いました。
録画残されてる方はよかったら見返してみてください。2023年10月30日月曜日放送のハロドリは TVer でも配信されてるんで、ぜひチェックしてみてください。視聴期限は1週間後の2023年11月7日火曜日の11時59分までです。それでは今回も最後まで見ていただきありがとうございます。また次回の動画もお楽しみに。バイバイ。